にちは、池田しおりです。みさきです。今日はこちらの今 SNS で話題のキャンメイクの黒のアイシャドウベースを使って深みの出るアイメイクをやってみました。普段お使いのアイシャドウとか、あとこれからハロウィンの時期などにも使えるメイク方法になるので、ぜひよかったら参考にしてみてください。それでは動画スタート。はじめにキャンメイクのアイシャドウベースをアイホール全体に塗っていきます。指の腹で取ってアイホール全体に薄く伸ばしていきます。塗るとベタつきはなくサラッとしています。次にアイシャドウパレットを使っていきます。左上の色をアイホール全体につけていきます。右上の色を筆で取って二重幅ぐらいまで全体にのせていきます。真ん中にのせて両方にぼかしていくと綺麗になります。左下の色を取って目の際にアイラインを引くようにのせていきます。同じ色を目尻3分の2ものせていきます。この時目の際にのせます。真ん中の色を涙袋にのせていきます。何もついてない筆でしっかりぼかします。完成です。こちらが通常のメイクで、こちらが黒のアイシャドウベースを使った方です。普段お使いのアイシャドウに飽きた方や色に深みを出したい方におすすめです。ぜひ参考にしてみてください。